まあそれにしても、ですねまあ今日安倍首相が、えー、緊急事態宣言を1ヶ月延長するということをまあ表明したんですかね。と、えー、いうことで、まあこれ本当なんかね、あのー、なんていうんですか、安倍首相は会見でもですね、まあ、責任を痛感していると、お詫びを申し上げる。 で言ったみたいですね、えー。まあ当たり前でね、やっぱその緊急事態宣言1ヶ月だったらですね、まあ国民もですね、まあなんとか対応かっていうね気持ちにはなったかもしれませんけども、やっぱ延長するってやったらもう2ヶ月、えー、まあ、約1ヶ月延長とかまあ2ヶ月ね、あのー、耐えなあかんと。でその間やっぱり経済活動が制限されたりですね、やっぱその休業 容疑なくされる人もたくさんいるわけでね、アルバイトしてる人だったり、まあ、飲食店とかもそうですしね、いやそれ考えたらね、もう本当なんかの、のもっと僕はやっぱ国民はね、なんでその延長するんだと、延長するんだったら、やっぱそれなりのことをしろよっていうことを、やっぱもっと言わなあかんのちゃおうかなっていうかね。 えー、い言うぐらい僕はひどいと思うんですよね。あのー、なんていうか、まあ、それは仕方がないなってね、みんな思ってると思うんですよね。だた感染者も、えー、減ってないっていうね。まあ、今日なんかも東京でもですね、87人ぐらいでしたかまあ、昨日なんか100人超えみたいなとかね、あったりとかしても全然減ってないと。 いや、で、その1ヶ月、その延長することによって、それが改善するのかっていうね。ただですね、いや、この間だって、この1ヶ月間だってね、そのみんな外出控えたりとかしてたわけでね。あの、1ヶ月延長したところでですね、その改善されるのかっていうのもですね、すごい、その見通しっていうのが、どうなんやっていうね。 あの、劇的に減るとかですね、そういうことは、考えにくいんじゃないのかなっていう人の方が多いんじゃないのかなと思うんですよね。だほんでなんかその、ほんでまた1ヶ月経ったらですね、またもう1回延長しますってあったら、まあ、いい加減にしろよっていうね、あのことに、まあ、なってくると思うんちゃうかなと、ね、僕なんか思いますよね。 うんだからほんとそのね、現金給付10万円、えー、今からね、まあし、申請も始まって、えー、まあ、あのー、ねえ、まあ、もらえる方もいるかもしれません、もらう方もいるかもしれませんけども、 ま、それがね、もう一ヶ月延長するんであれば、ね、もう一回やらなあかんやろっていうね。やっぱそれぐらい責任っていう、安倍首相の責任っていうのは、僕は重いもんだと思うんですよね。やっぱ一ヶ月で、あのー、改善しなかった。えー、っていうのはですね、これも政策の失敗ですからね、非常事態宣言一ヶ月のね。その責任を、あの、安倍さんがですね、 通感してると言いながら、まあ、いつものように、その責任の取り方ですよね。何かするとか、やめるとか、えー、そういうことじゃないっていうのはですね、僕は本当に日本にとってもですね、こいつまでこのなんかダラダラした状況を続けるのかと、うんなんか他の国やったらもう、なんていうんですか、もう収束っていうかですね、もう外出も大丈夫みたいになってきてるわけですよね。 だからそういう意味でもね、やっぱりその、もう安倍さんがいることによってですね、さらに僕はなんかこの状況っていうのは解決しなくなってきてるんじゃないのかなっていうね。なもうただでさえもう、あの、外出自粛ってね、一部の人を除いて、あの、ちゃんとやってると思うんですよね。うん でしかもその基準っていうのもですね、今日国会を見ててもですね、まあ野党国民民主党の議員ですかね、が1日の PCR 検査は、あのー、明らかにしてですね、きちんと感染者数っていうのを発表しないことにはですね、何人検査して何人感染したかというのが、そういう割合がわか,からへんでしょっていうことを言ってるのにですね、まあ今日答えてた西村経済再生担当大臣ですかね、 はですね、あの、まともに答えなかったんですよね。うん、だから本当 PCR 検査なんか、その、ちゃんとする気、あんのかなっていうね。その、検査数がわからなかったら、何人その感染者が出ようがですねは、ちゃんとした数字ってわからへんやんっていうね。 どれを基準にしてその解除えー、緊急事態宣言の解除をするとかですね、そういうことが、全くその、わかりづらい、えー、わからないっていうことはですね、これ、舐めてんのかっていうことにならへんのかなっていうね、もうおかしいなと。今日なんか、 大阪、大阪府でもね、G 通信が書いてましたけども、PCR 検査、10日待ちの人もいるとかっていうことで、まあ、お医者さんとかもですね、なかなか検査させないことについて、怒っていると。 っていうことを、なんか報道が出ててね、それがまあ僕がツイッターとか、で書いたらすごく反響があったんですけども、だからやっぱ大阪だってね、なんか東京より少ないように見えるんですけども、ちゃんと検査してないから少ないだけなんちゃうかっていうふうにね、いや思ってしまうわけですよね。だからどうしたいんだと。 安倍首相はですね、その、1日2万件にしたいとか言ってるのに、実際は全然そんな風になってないと。な、何をしたいのかなってね。何を基準に非常事態宣言を出してですね、何を基準にして解除するのかっていうのが、今もってさっぱりわからないっていうね、うん。もう1ヶ月、1ヶ月やったわけですよね。で、それで、まあ、 安倍氏はね、なんか改善したとかって言ってるみたいですけども、数字的には全然改善してないやんっていうね。うむしろ東京とかね、150人とか160人とかっていうのがね、なんか連続で出たりとかして、ほん何も変わってないんちゃうかっていうね、これだけみんなが外出控えたりとかしてもね。うんだからその効果的なものがあるのか、ね。 うん、ないのにだらだら続けるのかっていうところにね、僕はやっぱりその不信感っていうかですね、安倍さんじゃダメなんじゃないのかなと、ドイツとか韓国はね、なんかうまく言って評価されてんのにっていうね。だからやっぱり、あの、なんかね、日本だけの話やったらね、まだなんとかうまく、あの、勘で含めることはできるかもしれませんけども、 他の国と比べたらね、あのー、やっぱり日本って全然赤のちゃうかとえいうふうになんか見えてしまうのがね、まあ、アメリカのトランプ大統領だって、その ま、このね、対策が、あの、失敗とコロナ対策がですね、評価されてないと。まあ、いうことで、持率が下がって、あの、次の大統領選大丈夫なんかなと。で、それでトランプさんが焦ってね、いろいろ、中国が、中国が、みたいなことをなんか言ってるみたいですけどね。うん、いやーでもね、そういうんじゃもうね、あの、やっぱ通用しないですよね、だって、 他の国と、日本なんか他の国よりなんかを、あのーね、ねえ、中国より1ヶ月ら遅れって、こう騒ぎになったとかってどっか書いてましたけどもね、うん、まあ、世界同時かと思ったら同時でもないっていうね。同時もないのに対応がごてごて、えー、効果的なというかね、きちんとした対策が打ててないと。 だからそれもやっぱ最初クルーズ船にこだわったからなんちゃうかっていうね。クルーズ船で水際でね食い止めて、えー、よかったよかったみたいにしようと思ったらですね、なんか全然違う方向に行ってしまってるっていうのが今なんじゃないのかなと思うんでね。いや、本当にもう、本当に責任を痛感してるんであればね、やっぱり責任をきちんと安倍さんが取らないとダメだと思いますけどね。 まあすでにもう引き際も考えてるみたいなね、なんか、えイ、ー、ラですかなんかネットの方にも載ってたりとかして、まあもうさすがにね、安倍さんのこのなんか疲れ切った顔みたいなね、あの見ると、まあそういうことも考えてるのちゃうかなと思いますけどもね、うん。まあだからこそ一方で野党がね、もっとしっかりして、えー、やっぱもう政権変わるっていうぐらいのね、 あの、とこまでの、あの、強さっていうのをもっと見せてほしいなと思いますけどもね。ういや、こんなんで全然ね、その、いいと思ってる人はいないと思いますよ。今日も朝日新聞の、えー、なんか世論調査のね、なんかあのー、なんか結果っていうの出てた、内閣持立ネット限定層で高めと。まあ、ネットメディアを、あの、参考にしてる人を、 だけにすればですね、内閣支持率は51%と、えー、高めであったということでね。うん、まあでも、そんなんね、全然意味ないだろうと思いますけどもね。うん、やっぱり今芸能人とかでもね、もう公然と、えー、今のその政策はどうなんだいう批判する人もいっぱい出てきてるわけでね。うん、まあやっぱそういうことから言ってもね、もう、ちょっと、 厳しいなっていう感じしかしませんけどね、僕はね。チャンネル登録よろしくね。